久保さん今回あのストレスをためない方法にしましょうかストレスって何にストレスがかかるんでしょうかねまああのパッケージを開ける開けないっていうのもストレスかかると思うんですけども要は僕はねストレスの正体ストレスの正体とかにしましょうかストレスの正体ってまあもので言うならば出来事とかもので言うならば自分がこう 思ってるけどなかなかできないっていうところにストレスがたまるんじゃないかなと思います。例えば久保さんが CD を開けようとしている開けようとしている意識があるんだけどその意識に対して真逆のなかなか開かない自分はこうしたいと思ってるんだけどもなかなか開かないどっから開けるんだこの意識とできないこと意識と現実の差にストレスっていうのは生まれるんじゃないかなと。例えば パソコンでね、まあ、なんかワードプレス作るとか、なんか動画作るとか、やろうと思っても難しいなとか、これどうやって作るんだ、ソフトは何使うんだとかね、自分は動画撮りたいという意識があるんだけど、そのやり方がわからない、そこに対してストレスがたまったりとかね、うん、なんですかね、本当は会社に行きたくない行きたくな、会社に行きたくないという意識なんだけども、会社に行かないといけないっていう現実ですよね。意識と現実の差にストレスっていうのは非常に生まれると。 だから、あのー、久保さんが言うように、その、いい意識、なんですかね、これは難しいんですけど、意識をコントロールするというか、意識のままに生きるというか、うん、意識が思い通りにできる。例えば、久保さんが今、動画を撮ることに対してストレスは多分ないと思うんですよ。でも昔はちょっとあったかもしれないですね。どうやってやるんだみたいなね。でも逆に今なんか、動画を撮りながらストレス発散みたいなね。なんかね、やっぱできるようにするってことですね。 もう本当にできるようにすると楽になるんですよ。みんなできないことはストレス溜まるんで、簡単に、簡単にできることに対してストレスって溜まりますかと。簡単に動画撮れるのにストレス溜まるかっていうと、あ,あんまたまんないんですよ。うん。でもみんな、その、簡単にできないもんだからストレス溜まって続かないんですよね。うん。<laughs> そう。だからやっぱ簡単にしていくっていうのが大事じゃないですかね。 まあ,あとはまあストレスは、たま、ストレスがある場合は、まあ、なんか、感情のままに、感情を発散するってことですね。多分子供ってあんまりストレス、ちっちゃい赤ちゃんの時ってストレスないと思うんですよ。それなんでかっていうと、なんだ、うんこしたかったらうんこするし、泣きたら腹減ったら泣くし、だからその感情を全部コントロールせず、もう解放してるんですよね、赤ちゃんって。 だけど、それが、その成長過程の中で我慢しなさいとか、泣くなとかね、泣きたいんだけど泣くなとか言われて我慢するとか、で、そこにストレスがどんどん溜まっていくと思うんですよ。でも一番初期って多分ないと思うんですね。泣きたい時に泣くわけですから。うん。だからそこの感情を解放する、まあ人は感情の生き物なんで、感情を解放する。 時と場合によって感情を解放して、まあ、ストレスを発散していくのと、まあ、あとはストレスの正体を知ることによってそれをストレスができるだけ発生しないようにできるっていうね、うん、だけどさっき言ったできないことをできるようにする時っていうのはできるようになればストレスは出ないんだけどもできるようになるまでがストレスたまるのでだからそこは感情をこう解放したりとかしてストレスたまったら、うん、ストレスがたまらないようにしていく。うん でも最終的にはね、簡単にできるようになればストレスあんまたまんないですから。うん。本当に。うん。まあ、あとは、まあ、気にしないってことですよね。なんかその、見てくれをね。僕、寝癖とかこう立ってますけど、まあ、女性の方とかはね、まあ、あれかもしれないですけど、まあ、男の人でもね、見てくれすげえ気にするので、僕なんか別に気にしないですからね、大した。気にすることがあるとするならば、売り上げが上がってのか上がってないのかっていう。 それ以外は気にしないですね、うん、売り上げが上がってれば気に,あの気にしないし売り上げがあのあ売り上げが上がっていても売り上げのことは気にしますね次どうしようかなみたいな売り上げが上がろうが上がってまいが常に売り上げのことは意識してますね気にしてますね、うんまあ、僕は毎月安定した給料がないですから、うん、そもそもあの人生に安定なんかないですからね絶対はないので そう安定っぽいんですけど安定っぽい安定はあるかもしれないですけど絶対がない以上例えば何お金をたくさん稼いでお金持ちになったとしても明日死んじゃうかもしれないじゃないですか交通事故であ青信号を歩いてたんだけどいきなりあの車が突っ込んで死ぬっていう可能性もあるし地震が来る可能性もあるし津波が来る可能性もあるしだから人生にといって絶対ないし安定もないんで。 だってお金いっぱい持ってても死んだらそのお金どこに使うのって話じゃないですか,かそう考えるとお金稼いだ意味あんのかなみたいな <laughs> 100億円持ってるけど明日し100億円よし稼いだ貯金できただけど次の日死ぬみたいなね <laughs> 分かんないですからね何が起こるか、はい、今日も生きてますねいってらっしゃい